こんにちはゴルフファンの皆さん渋野日向子の魅力的なプレーが再び日本の地で見られることにワクワクしていませんか今回彼女はトトージャパンクラシックという特別な舞台で自国のファンの前に戻ってきましたこの大会は渋野日向子にとってどれほど特別な意味を持っているのかそして彼女が直面している課題や期待について掘り下げてみましょう さらに、渋野ひな子がファンを魅了する素顔や、ライバルたちとの白熱した競争に焦点を当てた内容もお届けします。果たして渋野ひな子は、日本で再び輝きを放つことができるのでしょうか。渋野ひな子、都 o ジャパンクラシックへの深い思い。渋野ひな子は、2019年の全英女子オープンで歴史的な優勝を果たし、一躍日本中を沸かせた選手です。 その後、アメリカツアーにも挑戦し世界中のトッププレイヤーたちと激闘を繰り広げていますが日本開催の試合は彼女にとって特別なものがあります彼女は公式会見で自国開催の試合はこの大会だけなので本当に楽しみにしていましたと語りその思いの強さを強調しましたアメリカツアーでの試合に挑む彼女にとって日本のファンの前でプレーできる機会はまさに特別な瞬間なのです 特に注目すべきは彼女が「トトージャパンクラシック」を自分にとって大ごとにしている大会の一つと位置づけている点です全米女子プロ選手権や US オープンなどのメジャー大会に劣らないほどこの大会には彼女の強い思いが込められていますその理由として日本で唯一の LPGA 公式戦という特別な舞台であることそして世界のトップ選手たちが集う中で自国の観客に自分の成長を見せたいという思いが背景にあるのでしょう 苦悩と不安、そして挑戦の再スタート。しかし渋野ひな子にとって今シーズンは決して簡単なものではありませんでした彼女は US オープンや KPMG で上位争いできたのはあったけどそれ以外の試合では予選通過はできても結果があまり良くなかったと振り返りシーズンを通して安定した成績を残せていないことを率直に認めています さらに、アジアシリーズの第2戦 BMW 女子選手権では体調不良により危険せざるを得なかったという苦しい状況もありましたこの危険の理由について渋野ひな子は全身が急にパンパンになってしまって節々が痛くなりと説明し怪我ではないものの体調の問題が深刻であったことを明かしています回復は6から7割程度だとしまだ完全には治っていないけれど少しずつ良くなってきているとのこと 現在も薬を服用しながら生活している状況ですが、そんな中でも彼女はできる限り頑張りたいと、日本のファンに良いプレーを見せたいという強い意志を持っています。このような状況での復帰は、彼女自身にとっても非常に大きな挑戦となります。体調が万全ではない中、どのようにして自分のベストを尽くすのか、そしてこの4日間という限られた試合の中でどれだけの成果を出せるのか。渋野ひな子の強い精神力と、 ゴルフに対すす。るる真摯な姿勢が問われる瞬間ですフェアウェイの状況とコースの難しささらに今回のトトージャパンクラシックでのコースコンディションも彼女にとっては大きな挑戦の一つです今週は雨が多かったのでフェアウェイがウエットな感じになっていると彼女は語り普段以上に距離が残るコース状況が彼女のプレーにどのような影響を与えるかが注目されますまたグリーンの傾斜も強いためショットの精度が非常に重要になってきます 彼女自身も得意なコースではないと苦笑いを浮かべつつもこの難しい条件の中でどう戦うかを楽しんでいる様子が見られます渋野日向子のユーモアあふれる一面そして渋野日向子の魅力はプレーだけではありません彼女のユーモアと人懐っこさも多くのファンを魅了しています大会前にはイチローか大谷翔平どちらを選ぶという質問に選べないどうしようと困り果てる様子が SNS で話題になりました 最終的には今永翔太と答え、周囲を笑わせる場面もありました。このような彼女の自然体の姿勢が、ファンに親しまれる理由の一つです。ライバルたちとの熱い戦い。都 o ジャパンクラシックには、日本を代表するトップ選手たちが多数参加しています。特に注目されているのは、今季好調を維持している西郷真央や、全米女子オープン優勝経験を持つ笹生優香、古谷彩香などの選手たちです。渋野ひな子にとって このような強豪たちとの競り合いは非常に刺激的であり、同時に大きなプレッシャーでもあります。特に西郷真央は、今シーズン7回もトップ10入りを果たしており、ルーキー・オブ・ザ・イヤー争いでトップに立っています。このような勢いのある選手たちとの対決は、ゴルフファンにとっても見逃せないポイントです。最後に、渋野ひな子の挑戦は、まさに今が正念場です。彼女のプレーは、ただの競技としてではなく、 彼女自身の成長や挑戦の軌跡そのものを感じさせるものですこの都道ジャパンクラシックでは彼女が困難な状況を乗り越え再び輝きを取り戻す瞬間を私たちファンも共有できるでしょう彼女の努力と情熱に共感し一緒に応援し続けましょう渋野日向子と共に日本のゴルフ界に新たな歴史を刻むその瞬間を私たちの声援で後押しすることができるのですさあ 彼女ともに未来に向かって羽ばたきましょう。